はい、レントのボボでーす。はい、今日はですね、少し前にですね、コメント欄の方からヘッドライトの外し方を教えていただきたいということで、コメントをいただきました。で、まあ、文字の方でね、一応返答はしたんですけども、まあ、ヘッドライトの外し方っていうのも動画の中でなかったので、まあ、ちょっといい機会なんでね、ヘッドライトの外し方っていうのをね、皆さんにお伝えしたいと思います。で、ヘッドライトをね、外す、まあ、メリットっていうか、そういうのはないんですけども、最近ですね、ヤフーオークションとかで、カスタムされたヘッドライトがすごく多く出回っております。で、やっぱりね、20から30に乗り換える方がパーツを外してね、それを売却されている方が非常に多くなってきているっていうのが、まあ、原因だと思うんですけども、まあ、そういったカスタムされたヘッドライトを取り付けされる場合にね、ちょっと参考になるかなと思いましたので、動画に残したいと思います。ではね、写真見ながらやっていきましょう。で、一応ね、バンパーを外す作業があるんですけども、今回バンパー外す作業写真でご説明しますけども、実際にね、動画の方でもバンパー外す作業をやってますので、下にね、説明欄に貼っておきますので、今回の動画でちょっと分かりにくいと思った方は、そちらの動画も参考にしていただければと思います。はい、では今回ね、写真の方で説明していきますけども、まずね、まあ当たり前ですけど、ボンネットを開けていただきます。で、この上にですね、ここにカバーがついてますので、そこのカバーのところにですね、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね、クリップが入ってますので、それをクリップを外してください。まあ真ん中引っ張ればスポッと抜ける感じの、まあ、特に難しくないクリップなんで外していただきます。で、外すとですね、今度ね、こういう風に、なくなって、今度こう、このグリルですね、グリルのボルトが出てきますので、まあ、これプラスネジでも、プラスのドライバーでも外せますんで、これをね、4箇所、これも外していただきます。これですね。で、私の場合はですね、この時は、まあ、ツアラーキット、モデリスタのツアラーキットだったんですけども、基本的にね、純正のグリルであっても、まあ、ほぼ構造的には一緒なんで、外し方は特に変わりはありません。で、あとはですね、下ですね、ここの下、ちょっと写真ないんですけども、下のね、ちょっとベロ状になった爪がね、6個ぐらい確かあったと思いますんで、それがね、バンパーの方に、ね、入り込んだ形になってますんで、まあ、上のボルトを外して、上から引っ張れば、下、浮いた状態になりますんで、まあ、手前にこう、グリグリっと、揺すりながら引っ張れば簡単に外れますんで、それでね、グリルの方が外れます。で、今度はね、バンパーの方を外していくんですけども、まあ、ツアラーキットの場合はね、ここ3箇所固定されてますけども、純正バンパーの場合はですね、こことね、あとここに1箇所、ちょっと、プラスチックでカバーが あるような、蓋みたいなね、ロックがかかった状態になっているところがありますんで、確かそこがね、プラスネジで止まってたと思うんですけども、まあ、ここにね、まあ、ツアラーキットの場合は3箇所ですね、普通のプラスネジと、ボルトが入ってます。で、純正バンパーの場合も2箇所ありますので、これをね、外していただきます。これはまあ左右同じ、状態になってますので、外していただきます。で、次、ちょっとね、下潜っていただいて、バンパーの下を見るとですね、こういうクリップがね、止まっておりますので、クリップを外します。で、この外し方はですね、まあ私、専用の工具を持ってないんですけども、ニッパーですね。ニッパーとかラジオペンチでね、この隙間に、先っちょを入れてもらって、グッと挟むと、挟めますんで、挟んでこの丸い部分ですね。この丸い部分を引っ張ると、スポッと抜ける形になりますんで、これがね、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね。4箇所ありますので、これをね、引き抜きます。で、あとはですね、バンパー、今度グリル外したところのバンパーの固定部分が1箇所、ここ同じようなクリップがありますので、これを外していただいて、で、あとクリアランスソナーのね、カプラがありますんで、これも外していただきます。で、あとね、まあ、このバンパーをね、メインで固定してるであろうボルトがね、ここ正面ね、見てもらったら大きいボルトが、確か12ミリだったと思うんですけども、大きいボルトがね、ここに1箇所、2箇所ありますので、これはね、純正であっても、社外品であっても、固定場所は変わりませんので、これをね、外していただきます。で、あと、ここのね、今回バンパー外す難関はここですね、このちょっと青く囲った丸の部分ですね、ここがね、まあ、言った車体側と固定されてるんですけど、これがなかなかね、外れないので、まあできれば二人がかりでね、一人が持ち上げて、一人がね、爪を外す作業というか、爪に引っかかってる状態がね、なかなか取れないので、
こう上下に揺さぶった状態にしながら、なおかつ自分の方に手前に引っ張るような形ですね。ちょっとあの言葉では表現しにくいんですけども、形状を見ていただければ、あの言ってる意味は分かってもらえると思うんですけども、まあ突起物の上にバンパーのなんていうんですかね、穴というか引っかかりがありますので、それを浮かした状態で手前に引かないといけないですよね。だからこれはちょっと現物見ていただければ今言ってる意味が分かっていただけると思いますので、まあ今回の難関はここだと思います。ここのね、爪を解除する、まあこれね、私正直一回割ってますけども、まあ割れたからといって特にね問題はないと思います。まああのここのボルトが完全にね、バンパーを固定してくれてますので、まあここがあの割れたからといって浮いてくることもありませんし、まあ片方割れた状態ですけども特に支障はありませんので、まああの割らないように割るつもりで、ね、あの外していただければいいかなと思います。まあここは難関ですね。で、まあ無事にねこういう風に外れると、まあ結構無残な姿になりますけども、まああのこれね、実はねこれ発泡スチロールなんですよね。これまああの多分衝撃吸収なのか何かわからないですけど、普通の発泡スチロールがありますんで、でまああの余談ですけどね、この発泡スチロールの奥に私ね LED テープ貼ってますので、これがね、顔面ウェルカムライトのね、まあ元の場所ね、このフレームの黒いフレームの場所にね LED テープ貼ってますので、まああのこのついでにここにグリルのところにね、ロアグリルのところを、あのイルミがつけたい場合はこの機械に、ね、つければいいかなと思います。でまあこれで、一応バンパー外れましたんで、次はねヘッドライトの外し方なんですけども、まあヘッドライトのね、サイド部分ですね、こういったグレーのなんていうんですかね、大きいこうステー的なステーのような感じのものがあるんですけども、そのうちの前と後ろあるんですけども、前の方ですね、前の方の 10mm のボルトがありますので、これを外します。でこれを外していただくとですね、あとはヘッドライト上にですねプラスネジが2本ありますんで、これを外します。たった3つですね、たった3つだけでヘッドライトが外れるようになりますんで、あとは手前に引けばねごっそりついてきますんで、まああとはウインカーのカプラーとポジションのカプラーとヘッドライトの HID の、ソケットと、3つかな、3つありますので、それをねしっかり抜いてから引き抜くようにしてください。で、あとカスタムされたヘッドライトに関しては、まあ、あのいろんなユニットがついている場合があります。例えば流れるウインカーが、シーケンシャルタイプのウインカーが内蔵されているのであれば、それもいろいろありますんで、そういったものを設置することも考えた上でね、まあ、ちょっと配線がごちゃごちゃしますんで、まあ、あのそれは皆さんしっかりね、確認した上で取り付けしてください。で今回ですね、まあ、あのヘッドライトの外し方だけね、お伝えしましたけども、取り付けに関してはね、もう本当逆手順で付けていくだけなんで、まああの問題はですね、そのカスタムされてきたヘッドライトを付ける場合、ポン付けでいける場合と、新たにねユニットを取り付けしなければいけないとか、まああの付属品がなければ買わなければいけないとか、そういった問題出てきますので。そこで、まぁ、ちょっとアドバイスなんですけども、カスタムされたヘッドライトを購入される場合は、まず、ポン付けでできるのか、別途何か必要なのかっていうのをしっかりね、出品者の方に確認した方がいいです。で、私の友人もいろいろカスタムのね、されたヘッドライトを購入してきましたけども、やっぱり、ポン付けでできないとか、結局別売りのものを何か買わなければいけないとか、そういった風に後々出費がいることが出てきますので、まあ、それがね結局トラブルの原因になったりしますんで、まあ、そういったところもしっかり確認した上でね、オークションとかではあれば入札するようにしてください。でちなみに私のヘッドライトもね、ヤフオクで購入して、もうあの逆に私があのポン付けでできるように、別途料金支払いしてね、加工していただきましたんで、まあ、ポジション連動にして、もう単純にポジション連動にしていただいただけなんですけども、それで一応問題なく取り付け、してますんで、まあヤフオクでもね結構しっかりしたショップさんっていうのは、多数存在しますので、私ももう6年ぐらい使用してますけどね、 LED の急切れであったりとかイカリングの切れとかも1回もありませんので、まあまあヤフオクも捨てたもんじゃないなと思いますんで、まあちょっとヘッドライトにね変化をつけたい方いらっしゃったら、ちょっとヤフオクを覗いてみたら今たくさん出てますんで、まあちょっとお金かかりますけどもね、逆に売却するときに、半分以上はお金返ってきますんで、まあ検討してみてはいかがでしょうか。はい、はい、今回ですね、ヘッドライトの外し方ということでお伝えしました。参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
はい、ツイッターアカウントのね、お持ちの方もぜひフォローの方お願いいたします。最近、プライベートな話がたくさんね、DM の方で、やってますし、先日ちょっとオフ会してからですね、私もちょっと機会があればオフ会お願いしますっていうね、まあ、嬉しい DM もね、いただいてますので、ツイッターのフォローもね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。